シロード本社に現れた招かれざる客。木谷オーナー。あ、内藤選手、何ですか急に。今日は俺ノーオクパード、つまり暇なんですよ。はいはい、暇だからさ、ブシロードの株を買いに来ましたよ。マザーズ上場企業なんでしょ。ここで買えるわけないでしょ、やほやじゃないんだから。もう本当に、まあまあまあ、焦らないで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 。相変わらずなめた答えだな、カブロン。だが木谷にとってピンチはチャンス。あのことを報告しようじゃないか。そういえば新日 SS に進捗がありまして。本題はそれ、変態田口の月刊 6.9 でベラベラ喋る暇があるんなら、まずは俺に連絡するのが筋でしょう。え、 6.9 見てるんですか。進展があったのは楽曲周り。得意の差し替えは冷めるんでね、ちゃんとしたものを使ってくださいよ。内藤選手のおっしゃる通り、入場曲スターダスト、そしてエントラス VTR、 全て許諾を取りました。差し替えはありません。ほう、差し替えはなしね。グラシアス。スターダストはですね、実はそんなに簡単にですね許諾を取れる楽曲じゃないんですよ。これ本当の話、権利元も違うし。スターダストは分かりましたよ。でも俺言いましたよね、主役は我々ロス・インゴベル・ナーブレスター・ハポンだって。それこそトランキーローですよ、ロス・インゴのメンバー。差し替えは一切ないです。主要選手の入場曲、そしてエントランス VTR、実装準備爆進中。スマートフォンゲームアプリ新日本プロレスストロングスピリッツ。ただし、新日本といえば忘れちゃいけないあの楽曲、もちろん分かってますよね。頑張ります。